それそれくらいよね。よし、行ってみようか。せーの。オッケ危ないよ、変なターンかけたら。斜面に寄ってけ、斜面に。なんでそんな斜面から離れると。今のターンはちょっとね、手前すぎるんですよ。上昇風帯の手前でターンかけとうけん、もうちょっとギリギリまでいかんとちゃんとしたターンにならないと思います。まあいいです、あとは自分で判断してください。切り返すやったらあんまり奥までいかずに早めに切り返した方がいいよ。緩いターンかけとったんじゃさ、また斜面に寄ってかんと次がきついよ。ランディング場とか見とうと、距離感とか高さとかイメージできとうと。全然振り返って見てないみたいけど。最悪のなんか中途半端な高さでそんな斜面から離れてどうイメージしとるわけ。なんでその斜面から離れとると、もっと斜面寄りのコースを取らんけんおかしくなるんやろな、斜面寄りのコースを。でランディング場を見て距離とか高さとかイメージして。そのターンはしっかりかけんと、そんな甘いターンじゃ次切り返しにできんことになるよ。そのターンが甘いと、今のターンが。また斜面に寄っとかんと次のターンがうまくいかんよ。
オッケーオッケー。まあまあ結果オーライやけども、バッチリだと。あーっと、これ一発で上がってるかもしれない。そうそう、コース取りとか、あー下がりだしたな。下がったら戻らんや、小沼さん。あのちょっとしたあれが、多分この辺が一番浮くんやないかな、今風向きからしたら。沈み出した。多分沈み出したので一気に沈んでいくかもしれない。ほらほら。あとはもうあの高さになったらどっかでサーマルを捕まえんと、あの先に何かあれば行き戻れるけども、ないかな。おお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 、何かある。おー、まだ可能性。おお、あらあらあら、おお、すごいすごいすごい。よし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 、よっしゃ、抜けるか、まだあるか。よし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 、あー、やっぱ向こう側かもしれんね。この辺で戻った方がいいじゃないと、あんまりあの西はないと思うよ。そうそう、あー渋いね。よっぽどいいやつ、今度あのあそこから上がっていくの結構辛いよ。おお、でも少し上がりだした。回り込んで何かあれば浮くば。あ、ないか。いや、でも何か下がってないけん、いちょっといいかもしれない。あ、そこちょっと浮いて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 、浮け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 、おお、浮いた浮いた浮いた。でここより出て、あの西に行ったらダメやけんね。このこういう風の時上がるのはこの前までやけんね、うん、ここを通り越してしまったらダメよ、うん、体重で攻めてますから、左手もテンションかけつつ体重で攻めとったやろ。今体重逃げて、おお、上がった上がった。いいやないですか。グッドグッド。もうこん
これもう完璧に触るやけんね、こんだけ柔らかい風で浮いとうけん。丁寧に攻めたら、今サマリアのちょっとこういう時にね、ちょっと前にね、探りに本当は出てほしいっちゃうね。今度リフトに当たったら少し風上側にちょっとサーチしてみて、探してみてください。野間さん聞こえとう？野間さん足振ってみて。野間さん聞こえた？うん、ポケット入れとうけんね。あ、でもなんか下がってないね。この辺でね、なんかグググッと来た時にちょっと風上向けて探しに出てみたらね、結構面白いんやけどね。おお、上がった上がった。おお、上がった上がった。おお、いい感じいい感じ。あそこ上がった、今。ああ、周り回したら分かるよ。ビッグサマルあるんやないかなと思いますよ。あ、いいコース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 。もうちょっと前やで、もうちょっと前ないか。ちょっとスピード速いな。その辺。おおおおお、ちょっとないか。ないね。